孤児院を追い出され餓死寸前で河原をさまよう中島敦、生きたければ盗むか奪うしかないと覚悟し、次に通りかかった者を襲って財布を奪おうと決意する。しかしその時目に入ってきたのは川に逆さに沈んでいく人間の姿。思わず川に飛び込んで助けたその男は、なんと受水しようとしていた自殺マニア太宰だった。駆けつけた同僚の国木田と太宰は武装探偵者の人間だった。そして彼らが追っているのは淳が孤児院を追い出されるきっかけとなった人食い虎。報酬が出ると聞き人食い虎探しに協力することになった淳は、助けた男と二人で虎を待つことに。果たして人食い虎は現れるのか、それとも横浜を舞台に繰り広げられる文豪異能力バトルアクション。タテスク。